吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。8月の4日を迎えました。昨日甲子園の体育甲子園の夏の甲子園の大会の組み合わせが発表されました。東京西東京の代表は我が町田の日大三高が出場をしておりまして、10日の試合の予定になっております。今日この多摩境の駅におりますと早稲田実業の皆さんに大勢顔を合わせます。この気の毒なだなという思いです。この東京都大会の代表戦の優勝戦になりますが、そこでは2対1の結果でした。私は試合の途中までいました。早稲田実業の皆さんは初戦、そして準決勝、決勝と見させていただきました。私はこの町田市の議員をやらせていただいておりますので、日大三高にぜひ勝ってもらいたいという立場でおりますので、今日この早稲田の皆さん方に顔を合わせると気の毒だなという思いを強くするわけですが、しかし現実は優勝1校しか出場しないわけでありますので、日大三高の皆さんが早稲田実業の皆さん方の思いも含めて勝ち進んでいただきたい、これが私の正直な気持ちです。そういう思いを込めまして、今日早稲田実業の皆さん方にもご挨拶をさせていただいた次第です。まだこの時間はずっとそうした途中で、この練習を終わった皆さん、もうすでに次の試合が始まっておる、次の戦いが始まっているわけですので、この甲子園に出場する以外の皆さん方はそれぞれのチームが練習に勤しんでいるというのが現実です。吉田友でした。